即興曲第4番 A 派単調遺作作品66は、ポーランドの作曲家、フレデリック・ショパンが作曲したピアノ曲である。ショパンの4曲の即興曲のうち最初に作曲され、ショパンの死後1855年、友人のユリアン・フォンタナの手により、幻想即興曲と題して出版された。ショパンの作品の中で最もよく知られる作品の一つである。 複合三部形式による即興曲。ベートーベンの月光と調整、構成、雰囲気が類似している。アレグロアジターと A 波単調、助走三部形式計画。左手は一拍が6等分、右手は一拍が8等分されたリズムとなっている。トリオピューレントカウンタービル編に長調、助走三部形式。後半の BA は若干変化して繰り返される。A 波短調。 三部形式。A の再現。コーダ B の主題が、左手部分で改装され、静かに終わる。上述の通り、ショパンの生前には出版されなかった。ショパンは、自分の死後、この楽譜を燃やして処分してほしいと頼んだが、フォンタナが遺言に背いて公表したとも言われる。イグナーアーツ・モシレッスの即興曲編補聴長作品89。 ショパンがこの曲を生前公表しなかった理由としては、モシェレスの即興曲作品89や、ベートーベンのピアノ・ソナタ第14番、月光第3楽章のカデンツァとの類似性などが考えられるが、定かでない。この作品の筆者譜はいくつか現存しているものの、自筆譜は長らく見つかっていなかった。ところが、ショパンの弟子である、 エステ公爵夫人に検定された1835年の自筆譜が1962年アルトゥール・ルビンシュタインによって発見された。これは筆者譜との相違が多くより後に書かれたものとみられる。この新しい自筆譜に基づくバージョンはウニベルザール出版社ウィーン限定版ポーランド音楽出版社ナショナルエディション。ピアノ以外の楽器でこの曲を演奏するのは 非常に困難であるが、下記の奏者がピアノ以外の楽器で演奏しているほか、アマチュアも演奏に挑んでいる。キっト・フランシア、オールモストインポッシブルアルゼンチンのギタリスト。ガットギターでピアノのニュアンスを再現。ロス・インディオス・タバハラス、ワルツ・オブ・ザ・フラワーズ・ブラジルの兄弟デュオ。ガットギターによる演奏で、兄が右手パート、弟が左手パートを担当。 サムピックでの演奏。古川忠義、ファンタジー日本のスタジオ系ギタリスト。ガットギター生バンドによるボサノバ風のアレンジ。原曲とは調を変えている。ロンサール、ニューギターヒーローズ92グランジアンド、オルタナティブ系ギタリスト。ヘビーメタル調のバンドアレンジ。原曲とは調を変えている。カモフミヨシ、ノスタルジア日本のフュージョン系ギタリスト。ロックギター。 ブレイクビーツによるテクノ風のアレンジ。チフィンガータッピングスウィープピッキングによる演奏。東京高成ウィンドーオーケストラ幻想即興曲ニューサウンズ・イン・ブラスシリーズで登場。藤田玄波が編曲したもの。フランス語から直訳すると、これは高知装飾なので即興幻想曲であり、音楽評論家の演算一行は NHKFM の 名演奏家を聞くアルフレッド・コルトー州では、即興幻想曲と発言して紹介していた。ありがとうございます。